3月25日モンゴルマインドアカデミーの講師でモンゴル代表チームの監督であり2015年のアジア大陸チャンピオンかつグランドマスターであるセンゲ・サムダン選手は中国で最も人気のあるテレビ番組「スーパーブレイン」または「最強の頭脳」に出場し優勝しました対戦相手はゴ・フェイロン選手であり ド選手は最強の図の賞で11回優勝し、中国選手権大会で3回優勝したジャンゴ・シングロン選手と2023年の世界チャンピオンであるファン・ジン・ヤオ選手を勝った経験があります。シンゲ・サムダン選手は与えられたタスクを13分間でミスなく実行したことで、この賞の優勝者になりました。 対戦相手は7分遅れてタスクの実行を完了しました。勝利の後、と、センキサムダン選手は、私の一番の目標は自分自身に勝つこと、管理すること、集中することでしたと述べました。そのことに対して、ゴー・フェイロン選手は、モンゴルの選手は本当に素晴らしかったです。彼が優れていることは分かっていました。 私は遅かったが失敗しないように頑張りました」と語りました。<music>